マルティン・カンプマンは、デンマークの男性総合格闘家。オーフス出身。エクストリームクーテは所属。元、CWFC ミドル級王者。マーティン・カンプマンとも表記される。ムエタイをバックボーンに持ち、デンマークの国内王者であった。学生の頃はエンジニアになるための勉強をしていた。2003年2月15日、デンマークで、プロ総合格闘技デビュー。 ヨーロッパでの試合を中心に実績を重ねた。2006年8月17日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト6で、クラフトン・アレスと対戦し、チョーク・スリーパーで一本勝ちを収めた。2006年11月11日、ザ・アルティメット・ファイター4フィナーレで、ターレス・レイチと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2007年3月3日、UFC68 でドリュー・マクフェドリーズと対戦し、片方目で一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2007年6月16日、UFC72 のメインイベントで、リッチ・フランクリンとの対戦が予定されていたが、膝の負傷により欠場した。2009年1月17日、ウェルター級に転向し、 UFC93 で、アレッシャンドリ・バロスと対戦、ニアールにバックマウントからのパウンドで TKO 勝ちを収めた。4月1日、UFC ファイトナイト、コンディット VS キャンプマンのメインイベントで、WEC 世界ウェルター級王者のカーロス・コンディットに判定勝ちを収めた。九月十九日の u f c 百三では、マイク・スウィックとのウェルター級王者への挑戦権を、 かけた対戦が決定していたものの、スイックの欠場で、相手が、ポールデイリーに変更、試合も1ラウンドで TKO 負けを喫した。2010年1月2日、UFC108 で、ジェイコブ・ボルクマンと対戦し、ギロチン・チョークで一本勝ち。6月12日、UFC115 で、パウロ・チアゴと対戦し、3から0の、判定勝ち。10月23日、 UFC121 でジェイク・シールズと対戦し、1から2の判定負けを喫した。2011年3月3日、UFC ライブ、サンチェス VS、キャンプマンでディエゴ・サンチェスと対戦し、0から3の判定負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年3月3日、UFC オン FX2 でチアゴ・アウベスと対戦し、 打撃で劣勢に立たされるも 3R 後半にアウベスのタックルをギロチンチョークで捉えて一本勝ち。サブミッションオブザナイトを受賞した。2012年6月1日、ザ・アルティメット・ファイター15フィナーレで、ジェイク・エレンバーガーと対戦し、パンチを受ける場面もあったものの、首相撲からの膝蹴りで TK を勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。 2012年11月17日、UFC154 で、ジョニー・ヘンドリックスと対戦し、開始46秒で小負けを喫した。2013年8月28日、UFC ファイトナイト、コンディット VS、キャンプマンにデウェルター級ランキング2位のカーロス・コンディットと、再戦し、膝蹴りで TK を負け、ファイトオブザナイトを受賞した。 2014年1月9日、疲労を理由に、しばらくの間休養することを発表。6月、チームアルファメールの打撃コーチに就任した。2016年1月6日、引退を表明した。ありがとうございます。